今回の問題はこちらです。どちらが正しいか分かりますでしょうか。正解は育つという意味の B、 紛らわしい R と L でも A のグローと B のグローの区別は意外に簡単です。キラッと光る、輝くなどの光り物に関連する言葉は英語では GL で始まります。そこからチラッと見るなどの意味にも使われますね。日本語のキラキラやギラギラが英語では GL や GLI に相当するようです。こちらが一覧ですね。気になればスクショしてみてください。一方こちらのグローは意外にも草という意味のグラスの仲間です。グローは生えるが、グラスは生えるものが元の意味ですね。だからヒゲが生えるもこちらのグローで表現するんですね。今回は以上です。よろしければ高評価、チャンネル登録をお願いします。ではまた次回。